こんにちは、Pです。少女ウォーズ5月1日更新分です。はい、今回は UR 新キャラです。はい、お知らせから見ていきます。あ、ゴールデンウィークのイベントですね。はい、あちら参上、読めない、なんとか様の導きによりあなたに祝福を与えよう、えへへ、読めない、読めないです、はい、魔法少女リーグ戦報酬更新について、あ、新シーズン、はい、何か追加になったのかな。あ、英雄バッジだって。はい、愛の応援、少し前からやってましたよね。20日、はい、花嫁さんは、はい、カウン前回からですね、はい、あ、真田 UR 再臨ちょっと漢字難しいよね、はい、ごめんね、読めなくて、はい、一攫千金、あ、1日だもんね、はい、バトルパスね、幻想バトルパスが今回サンタさん、はい、かわいいよね、はい、イベントキャラ、そうですね、昨日の時点で更新はあったんだけど X の方ね、うん、イベントキャラの情報は載ってなかったですね。今10時ぐらいに見たときもう乗ってなくて、はい、うん、なんで乗らないんだろう、間違えてるのかな、よくわからない、はい、イベントキャラがベオウルフ、起きた、静か御前、宗重、豊臣、橘、半兵衛かな、はい、うわ、見て、ゴールデンウィーク金色だよ、2倍なんだけど、前すごくちょっとだったよ、ね、あとはポニョポニョ、はい、スタートします。おっと来たか。今回は自分を私に捧げる覚悟ができたか。え、自分を捧げるの。はい、新 UR キャラアッティラ、はい、強そうだよね。おっと来たか。もうですね、今回は自分を私に捧げる覚悟ができたか。はい、え、もういきなり投稿の歌？なにこれ？ミッション？なんですかこれ？ここで十分に稼げる仕事があると聞いてやった。あれ？なんだろう？なんでももらえるの？修行レベル5に到達、よくわからない、バグですか？まだだってね、図鑑も見てないし。ちょっと待って、突破123だよ、入手してないのに。うん、おっと、なんとか受け止めた。あれ、なんだろう、5ページ目まで、あ、ちょっとマウスの音が入っちゃってるかもしれない。え、好感度？無料で？いい
の？本当に？無料ね？もうもらえるの？なんでだろう。無責って書いてある。あ、皆さんすごいですね。同じ同盟の方、赤ずきんさんと読めない私もゼロ無責って書いてあるよねえ。だからポイントないからね、入手してないはずなのに、なんでだ。あ、じゃあ無料いただきます。先にね、ちょっとイベントとガチャも、イベントガチャも、はい。ちょっと豪華ですね。1000だって。大体300だよね、かな。そう、ぼちぼちしちゃってるからあんま分かってない。うわ、なにこれ。よくわからん、特典で買うの。はい、よくわからないです。チケット、あ、これいただけるの、何ですかこれ。これで、ん、ランドバッグ、あ、あれ、あ、これ前にありましたよね。チャチャがムカデみたいになってね。これ何に使うの？うん、合成？合衆？自動合成？布がないって。あれあれあれ、なんかいっぱいあるね。あ、これだよ、黄色。さ、6個、6個は3個が2枚かな。はい、ここちょっと中、あ、我を食べてしまいそうですね。はい、カウですね。こんな風にお姉さん、あれ、あ、そっか、もう今日ね、朝日課とかやったからないのね。はい、もらえないよ、もうもらっちゃったから。あと5個で、今、4まで来てるんだね。はい。もうちょっと。まだね、7日あるから、もうちょっといけるかな。はい。あとは、あれ？もう終わり？あ、これね、あ、これももらっちゃったよ、きっと。全然真田に見えないんだけど。見て、ダメージ14億だって。5000万に対してね。はい。で、あとは、パッティラと、ポップを目指せ。あー、連戦。あれ、あれ、あ、何ですか？岩割り美人。直前。これ何？あー。これ、ランク報酬だよね。ランク外だって。ランク外って言われた。これは、これ、156位。一心同体？戦力アップ？どうなの？ 197 位？これ、サバは関係なさそうだね。見たことない人。戦力は開催中。あ、比較戦記いただきます。
あ、いくらだったかな、15万ぐらいだと思います、ダイヤね。だから多分15万5000ぐらいかなと思います。ポチポチポチ、最後かな。はい、いつもの絵は、あ、これ、うん、イベントね。え、あー、5000くらいかな、多分、うん、と思います。あ、メール見るじゃん。これ、一括受取りして、これ、300、ダイヤ。あとミッションは、うん、お？演奏バトルパス。はい。かわいい。変わってる。声が出ない。あ、300ダイヤ。はい。あと何？それくらい。あ、これも。毎日無料しかやってないけど、ちょっと楽しいよね。はい、開始。チェックして、はい。はい。はい。よくわからないけど。そう。じゃあ、これで終わりかな？ん？あれ、温泉も溜まっちゃった？まだいるね、私。すごいよね、この、なんて読むのこれ。ね、音上がったよね。2億6千、2億7千ぐらいだったかな。ああ、わかんないです。2億7千が3億3千ぐらいまで確か私言ってるんですね。だから、6000万ぐらい上がってるかな。で、3億3300です。だいぶ上がった。あまり強さの実感はないけど。はい、じゃあ。何またチャージ？あれ？そっか。朝の日課とは違う。更新が上がってるのかな。はい。冒険。うわ？これもじゃあ、あ、これ300あるね。前はね、よくこの辺を引いて桃を当ててとかやったんだけど、全然桃当たらないからな。あ、昨日かな、ここね、初めてかな、12枚出て4つぐらい交換できたよ。この辺はいいですね。出ない。はい。じゃあ、本命の UR。どこ？いら。はい。おっと、来たか。今回は、自分を私に捧げる覚悟ができたか。そっか。これもいただかないと。すっごい。すごいね。はい。すごいです。まずね、チケットいただくために、はい、これ、やる。私の力に征服されたか。30万円ぐらいもらえるんだよね。前回の、マーリンか。は、あ、はい。ん？初日？初日だと思うけど、あのね、炎さんまでも上げちゃったから、無料分、残り無料分は全て、ね、貯めてあったと思うから、何枚あるかな。今回これで40枚で、あ、30枚でしょ。何枚になるの。
40枚ぐらいあったかな。図鑑見なくてももう、ね、おとなしく財宝をくれ欲しいんだよね。X でね、うん、動画上がってたけどかっこよかったよね、この人。これで終わり？じゃあ、おとなしく財宝をくれてやる。っていうと、巴御前か。巴御前が隊長で、ね、優秀だと思うんだけど、私あんまりあげなかったんですよね。巴御前、なんでだろう。うん、前からちょっと、うん、言ってる。1万ぐらいダイヤが減っちゃった時にね、あれ一回ちょっと、威嚇が狂っちゃったよ。はい、これで、あ、じゃあ図鑑。やめろ、これ以上は有料だぞ。有料だって。はい。あれちょっと、ちょっとまだあったの。もう一回、行くじゃん。あれもうなくなっちゃった。92個ある。だから、え ?60 ぐらいあったのかな？ですよね。無料もあるでしょ。はい、じゃあ図鑑を見てみます。はい。こちら。敵一体を攻撃し、500% のダメージを与え、目標周辺、上下左右の敵に 80% の。マイダメージを与える。500の 80% かな？だよね、敵一体500だと思うんだけど、どうなの？ 400% ということ？でも上下左右で蜂のキャラに当たると、一人がねえ、三人ということだよね。奥の一番奥だったら手前でもいいけど、ねえ、二人しか行かないよね。はい。目標の上下左右っていうのは、そういうことだよね。場所によっては、最低二人になっちゃったり、四人だったり、ということですよね。ただ、80% って 400% のダメージだよね。すごいな。攻撃力。これも大体一緒ですね。今ね、攻撃ダメージ率 10%。コントロールもあるね。回心も 10%。はい。攻撃力 30%。そうなの？自分のスキルをリセットする？必ずスキルを追加発動？ああ。え？あ、これ、奥義だもんね。奥義を発動した後に必ずスキルを追加で発動するの？ああ、はいはい。減少率っていうのかな？ 30% 無視できる？ 50% の確率で風の速？え、なんだ？高速だった？はい。かける。え、何ですかこれ。目標の攻撃を1ターン封鎖する？ああ。麻痺させたり封鎖させたりいろいろだね、これね。高速するのか。50% の確率でね。30% 無視したり。あ、制御 200%。減少するということは、奥義が発動できなくなっちゃったり、スキルが通常技になっちゃったりする可能性があるよね。はい。束縛かな？ごめんね。はい。あ、待って。あとは？免除するの？え？あ、相手にいた場合かな？え、待って。
なんだなんだ。パッシブだもんね。パッシブはね、何もしなくても効果が発動してるわけだよね。どう？高キャラ？何ですか、同行キャラってあんまり聞かない。え？増殖かな ?10% アップ。効果は戦闘資料まで有効？解除不可。え？自身は同行キャラの中で増殖っていうのかな、が一番高いキャラも 10% を獲得する。もし目の前にキャラがいる場合。え？自身が壊れている、あるいは味方のキャラが1名しかいない場合は、そよ風の守護を発動。敵キャラの攻撃を受けると 40% の確率でその敵に。あ、ちょっと待ってね。自身が壊れている場合、何この同行キャラってどこに書いてある？一番上の風の束縛をね、これは敵にアピラがいた場合だよね。それとも他のキャラもこの風の束縛ってあるキャラがいたのかな。ちょっとあんまり記憶ないけど、あ、多分いないよね。これ初めてのスキル、だと思う。自身が効率に言うのは、味方のキャラが一味しか、そよ風の守護ね、はい。敵キャラの攻撃を受けるというのは、10% の確率、その敵に、はい、風の束縛受ける攻撃を受けたとき、自身生命値が 35% 以下つ、かつ、嵐の面を持っている場合、この確率は 60% までアップして、この効果を、で、3回以上、風の、そこをかけられていく。はい。戦闘使用で防御力マイナス30。ああ。毎回風の、すっごいね、これね。何回もかけるんだね。自身コントロール5%。あちらは最大3つの敵に風の、また出てきたよ。6番。をかけることが可能。必ず防御の数が上限を超えるごとに最大の風あ、しつこいこれはい、繊維を吸収し、自身の次の奥義のダメージ 10% それで 50% になるって。あっ、ティランが2人の敵にまた、ほんと好きなんだね、風の束縛ね。嵐の目を一つ獲得する、あ、かけるごとにね、はい、この交換に2ターン、50% の確率で風の速度がかくんだよね。封鎖するだよ、行動を1ターン封鎖する、だから動けなくなることだよね。え、同行キャラどこにある？ここに書いてない、風のここにも書いてあるよ。え、どこにある？同行キャラってどこにあった？あれ？どこに書いてある？同行キャラってどういう意味なんでしょう？自身が同行キャラの中で、いや、普通に一緒にいる、みんなっていうこと？
なんだろう、同行キャラ、同行って、そっか、同じ量っていう意味かな。縦列とか、横じゃないよね、縦だよね、きっとね。間違ったらごめんね。自身の同行からね。はいはい。回復はないけど、この、ねえ、その束縛が、かなりきつそうだよね、この人。うわぁ、ちょっと相手に言うと怖いくらい、この言葉のように、なんか今3つもかけてきちゃうよ、きっと。30% もダメ、ただし、守備力みたいなの下げちゃう？怖いなぁ。風の爆爆をかけてきた敵に 50% の追加範囲ダメージを与えるだって。追加の範囲ダメージだよ。じゃあ相手にいても、すごいな。角度やばいよね。終わりです。かっこいいな。でもどのキャラもかっこいいけどね。はい。どうしよっかな。今ね、157,000でしょ。だいたい、UR の炎さんまで行くと8万かなっていつも、なんとなくだけど思ってるから、8万じゃ足らないかな。どうかな。ここまで行く？まずね、じゃあ、ちょっと情報を見ちゃおうと。あ、同行の歌？でもさっきは同行の歌、ま、皆さん弾いてなかったよね。おっと、来たか。ほら、まだ空席だもん。あのね、私のいるそのパワー同盟の人はね、ほんと早い。あの、これしかいない。あずきんさん、あずきんさんも、5,000。どこにいる？いない？いないな。待って、もう、今回12だと思うんだよね。確か。違うかな。12人だと思うから、そうそうがね、すごく優秀だから、体重技もね。そうそう。外せば全部 UR になっちゃうんじゃないかな。あれ？待って。そうだよね。ここにだってソウソウしかいないじゃない？あ、ごめんね、赤ずきんさんの。はい。で、ちょっとね、参考にさせてもらってるけど、もうさ、ソウソウを入れ替えたら全員 UR、12人目だよ。やば。私も、いるよね、全員いる。星5の人もいるけど。先発が全員 UR でしょ？で、後発が、長子、ヒュート、エカテリーナ、トモエと、あ、まだ私2人いるのか。そうだ。トリハンゾー、あ、2000万もいるよ。そうなのか。そうそうね。あれ？違うぞ。始皇帝までかもしれない。え？二人いるとここに。あ、いるな。カールがここに。カールとソルモンがいるから、悪魔の、なのかな。はい。耳がね。ソルモンのね、何か出てる人怖いよね。はい。そうなんだよ。この二人はね、まあ、信仰星なのね。はい、だから、入れないの、夫人に。そうだよ。だって、長次郎なんてさ、ね、アベロちゃんと一緒に8万もダイヤかけたのに、もう、見て。夫人にいないんだよ。もう、結構あげたのに。
マリン、もしかしたらこれいける？あ、30いくぞ。あのオレンジになるんで枠が、今ピンクの、ね、ハート2つでしょ。いけるんじゃないかな。え、なんでこんなにもらってる私。あ、来た来た、ほら、これでオレンジ、ほら枠がね、これずっとしたくてずっと使ってた、マリンにね。よかった。あとはちょっとゆっくりいく。どうしよう、どうしようかな。いつも悩んじゃうんだけど、ちょっとね、じゃあ同盟チャットで情報収集。ん？あれ？13しかいない？あ、え、待って待って、珍しく炎1までなの？マリーさん、あ、この顔なんだね。え、私もって誰かとじゃあ喋った？誰？エレガント、はい、こっちさんも書いてあるね。あっけら、長子流さんだ、巴御前育てないなら、あれだけど、あのね、私、長子流と、巴御前育ててないから、今回すごくね、興味があるの。まあ、巴御前、炎1ぐらい、炎ないくらいかな。七星にはなってるけど、うん、あの、隊長なのに、ちょっとスキルが、うん、って思ってね、あんまり育ててない。まあ、その、消費とかのね、ダイヤの使った感じもあったのもあるんだけど、ちょっとタイミング的にいまいちなんですよ。で、あのブログにもね、書かせてもらってあるんだけど、真田、この3人の中だったら、うん、切磋琢磨とか、あと天下とかは、うん、真田の方が、この3人の方が多分真田が一番優秀だと思うんですね。はい。で、真田、巴、調子で。はい、それもちょっと、調子で同じぐらいまでね、最近はちょっと、うん、調子と壁とか強くなってきてるからね。だから、この二人育ててないならあれだけどって、こちょさんも書いてるように、私は、サラダは炎さんだけど、この二人育ててないの。よしはね、巴御前、うん、ギリギリで炎さんにして、あの、金魚デメキンついてんだよね。あ、でも、コジョさんも取って確保してるんだね。200回引いて炎1までだよ。200回引いて、6万ぐらい前も200回だったような気がする。そうだね、3000だから、2900。ダイヤだからね、6万ぐらいね。はい。はい。仕事が忙しいね。あー、何かね、あれ、うんうん、よしも書いてる。バグ、できず、あー、そっか、まだ乗ってないから。そっかそっか。そうだよね。ひまわりさんだって、撮ってるのに、動向ランキング乗ってなかったもんね。そういうことか。ちょっと、何か、バグなのかな。ほら、来たか。ほら、布石。はい。あと、これもそうだね、後で。うん、これは、そうだよ、もらえないよね。報酬は。はい。チケットはいただけないから、90回か。でも、ひまりさんが200回で、この1だから、半分で、ここぐらいはいける？でも、確保だけじゃダメだよ。7星いかないと。だから、今、15万7千でしょ？10万ぐらい残しておきたい気もするな。はい。でもね、あの、校長さんの書き込みにあるようにね、私は、あの、長子流ね、
前からねすごくあの国プレイヤーさんとかにねいいよって教わりながら育ててないんですよ。あんまりいつも調子でね、トモエゴゼンも、体調なのに、そんな体調がなんかちょっとね、あのスキル図鑑で見てもちょっとピンとこなかったのもあるんだけど、はい、育てなかったから、まあ、すごく強いんですけどね。で、この3人の中では私その話が強くなってないから、あの2人はねちょっと中途半端な状態になっちゃってるから、目玉スキルはないような、勝手の束縛ばかりだからね、ちょっとわからないけど、多分、やっぱり拘束されちゃうのはほんときついよね。そう、繊維が削られちゃうの。前に切磋琢磨でね、マーリンでいろいろ試してみて思ったんだけど、マーリンがいることによってね、繊維が下げられちゃうから、相手が奥義とか打てなくなっちゃって、ね、あの状態すごくいいよね。はい。なんか書いてある。劇中さん。劇中さんももう撮ってる。あ、エンドラスになっちゃったよ。はい、緊急メンテ終わりました。30分間くらいでした。はい、それでは、イベントガチャから引いてみたいと思います。これはない。会えて嬉しいです。これも報酬いいですよね。はい。中。あんまりよくなかったよ。はい。あとは。ベオウルフ、あ、いいですね。5倍起きた。通過午前橘宗茂、普段ね使ってないキャラもね、7星とかすると戦力上がりますよね。ちょっと何て読むのかわからない。この市場っていうものかな、なんていうんですかね、ごめん、ちょっとわからない。これでやっぱりね、あの7星にすることによってね、パーセンテージが上がって、はい、今戻るっていうか7星 2.5% でしょ。はい、そうだね、リュフとか5だから 1.5 とかね。はい、これに差がついてきますよね。やっぱり なるべく7星にする方がいいんですね。はい。地のキャラはね、みんな、あ、エカテリーナがそうなのか。まだね、炎さんにあとちょっと足らないよね。はい。あ、そういえばね、キャラ持ってたよ。使おうかな、今回。40個ぐらいだけど。ね。先に使おうか。じゃあ使います。これでガチャに行くようだ。おっと来たか。今回は今、あと109個ね、無料から行きます。せめてかけらにしてよ。はい、ではね92個いきます。
雲ができるよね、きっと。うわ、6、7、8、9、10、11個。あ、厳しいですね、11個か。はい、あ、5倍のところが違う、いつものように。はい、30連目かな？ねえ、50個とか欲しいな。はい。これも、あ、全然だね。70個もあるよ。え？これって書く方がやっとぐらい、もしかして。嫌だな。嫌だな。え？ちょっと待って、30個だ。全然この5倍がいいところに行ってくれないじゃん。はい、これね、なくなっちゃったよ。はい、あと2個か。2個です。90、うわ、なかったよ。まあ92個じゃ足らないよ。厳しいなぁ。あ、確保できた。あ、そっか、かけらでね。はいはい。私はアッティラ。私はアッティラ。ここで十分に稼げる仕事があると聞いてやってきた。ああ、仕事？はい。かっこいいですね。スキップ？あと一個。これって、動いてないような気がするな、あんまり。超進化には90でしょ？そっか。まだだって、お星だよね。6個あるな、6個引く？引く？はい。これで、炎1にもならないよ。マリさんがね、200回引いて、今約98回ぐらいかな、引いて、200回で炎1って言ってたから、そうか。この画面あまり動いてないよね。こっち動いてる。悩むなぁ。どうしよう。このままじゃ婦人にも入れないよね。一番下かな。どこにいる？いた、一番下だ、やっぱり。ああ、はい、これつけられるけど、消費が一番なら消費つけちゃうの？でも消費しかないよね、これ。これつけちゃうとリセットできなくなっちゃうんだよね。あー、でももうね、だいぶつけちゃったから、あ、アレクサンドロスがまあまあかな？そうだね。修行なのは、うん。アレクサンドロスかな？そうだね。消費はかなり、もしね、リセットすると、素材がかなり返ってくるから、やだなぁ。悩むなぁ。あんまり他も、みんなつけちゃったから強いキャラね、ないと思うんですよね。そうだよね、ない。アレクサンドル、超いいわ。ちょっとさ、何きついか、修行。アナ、そうだね。はい、アレクサンドルス。はい、これでいくつまで？ 978、6、はい。全部、無料で。
いいの？あれ見てみたい。チビキャラ、いけないよね、きっとね。自分を私に捧げる覚悟ができたか？最近ね、忍耐、忍耐だ。こんないいものは、我が一族に料理が手に入らないから。忍耐、忍耐だ。多分無理じゃないかな。いけるかな？いや、いけないかな。これいいね。忍耐、忍耐だ。無理かな？うわぁ、これいいね。ラインスタンプか。あ、エレガント。ひまりさんが出したよね。次かな？次だよね、きっと。全部？あ、来た来た。チビキャラ？いいの？本当に？よかった。これチビキャラです。もうこれしかないよ。あ、珍しいね。男の人出てくることあるんだね。団子団子。はい。これちょっと感激かな。はい。無事に入れないよね。ご奉仕だとさすがに厳しいかな。今、飛行艇が一番下にいたかな。まあ、そうだよね。この辺もいっぱいいるしな。1800万を立てせ、装備外しても、1400でも無理だよね。はい。無理だな。もうちょっと上げないと無理ですね。メンテナンス前に、アキラ育てた分は、遠くの他のポイントに反映されてる。どういうこと？私メンテナンス前にはね、全然上げてないから。私はアッキラ。これでまた腕が強くなった。おっと。ああ、でもこの辺みんな完了になっちゃってるからもらっちゃってるんだね。こんなの見たことがない。そっか。先にもらっちゃった感じ。道具の音はつな。どこ？見て。一番だよ。初めてかも、ここにいるの。しかも4000だってすぐ抜かれちゃうよね。前の、マーリンでも6万、最後の、最後じゃないな、初日で6万いくつまで行ったのね。それでも3番には入れなかった。4番か5番だったかもしれない。今は1番。4000で1番だよ。あんまり今そっかメンテナンスだったからログインしてないのかな。そんなに引いてないのってやだな、ちょっと怖いなあ。バギーさんもいるし、赤ずきんさんもいるし、星さんもいるし、イキチュウさんは多分まだ炎3まで、多分2まではもう確保してると思うんですよね。いつもね、最後の1個は取って手を行ってる気がするから、いないよね。はい。透明チャットで質問してみました。イキチオさんが、いつも初日に、7星の炎2まで上げて、最終的には、炎さんのペット、入手まで毎回、はい。だと思うんですね。で、はい、炎2までどれくらい使いましたって聞いたんですね。はい、そしたらね、確か程度の記憶ですけど、チケット60枚とダイヤ5万くらいでしたよ。はい、それで7星の炎2ですね。で、残りの期間のガチャで炎3まで毎回上げてると思います。だからね、すごいです。全部のキャラ、ペットがいます。はい。全部ですよ。すごいよね。はい。今回のね、アッキラで12人目だから、例えば、ソースを入れ替えたら全部 UR
ペット付きですね。素晴らしい。はい。で、ひまりさんも教えてくれた。ひまりさんは、はい。チケット140枚とダイヤ7枚で、7星のほのさん。はい。まあ、毎回ね、あげてるから、超進化の玉が不足って書いてある。私、毎回あげられてないからね、超進化の玉はいっぱい余ってます。はい。ありがとうございます。単語になりました。はい。私、だから、今はね。おっと、来たか。お星の60分の12だから、あと38個で6星になって、うん。あと2段階だね。で、進化の玉はね、超進化の玉は、はい、いっぱいあります。今回だからね、うん。力千代さん方式はい。言っていいのかな。はい、いつもね、まあ、いつもじゃないけど、初日に炎さんになるか、そのままね、はい、確保だけかのパターンだったんですけど、今回はね、最終日まで、忘れないかな、大丈夫かな、大丈夫だと思います。はい、最終日までに炎さんを目指そうかなと思いました。そしたらね、うん、あのダイヤがいきなり減らないから、今、15万8800ですよね。だから、計算的には、10万ぐらい残って、炎さんまで行けて、目標のペットまで行けるかなって思います。はい。ね、欲しいの、これ。いつもそうなんだけど、このペットが欲しいの。はい。うん。よし、じゃあ今回はね、その作戦で行こうと。はい。で、今回は、最終日までには、この差を目指したいと思います。はい。5月1日、更新情報でした。はい。力千代さん、ひまりさん、ありがとうございました。はい。じゃあまたです。バイバイ。